テトラストライク。いやあ、刹那啓介だよ。鋼の歌。とうとうパート50になったんだよな。パート50。だからって特別なことないけどさ。なんかすごいやん。100の半分の50ですよ。多分箱庭の歌長いとはいえ100パート100まではいかんと思うけんさ、とりあえずパート50がすごいきっちりした数字なんよな。で、前回のあらすじ。前回のパートね、新世界が新世界がもう撤退するっていうことなんで、それに伴いひよこちゃんとクリスさんがこの島から出ていくってことで、その歓迎じゃないな来るわけじゃないやけ、歓迎じゃないな、お別れパーティーみたいなするみたいなんですね。そういうことらしい。ひよこちゃんがいなくなっちゃうのか、寂しくなるわね。ほんとな。ひよこは自分の基地に戻るらしく、さっき別れ道で別れたところだ。でもよ、よく考えたらコトリンだって敵を全部倒しちゃったらこの島が出ていくんだろ。あ、ほんとやな。そういうことになるんか。そうか。え、うん、そうだと思う。そう、そっか、そうなのよね。敵との戦いの間だけの関係っていうことになるのか。このまま敵が見つからなければいいんじゃがの。不謹慎やけど本当にそう思うよ。そういうわけにもいかないだろう。それはそうじゃが、せっかく仲良くないだのに寂しいぞこの。ああ、多分 IM はそんなに仲良くなれてないんだと思う。ナイズ。小鳥ちゃんやひよこちゃんとは。うん、そういうタイプおるよな。団体におったらさ、新しい仲間が入ってきてもさ、ちゃんと仲良くなれとるタイプとさ、あんまり仲良くなれてなくてさ、二人っきりだったらちょっと触しづらいタイプっておるよな。俺です。いづきがふざけながら小鳥に抱きつく。お前、だけや。抱きつきまいなや、始めたんだ、お前。暑い、いづき。乾燥暑いやけんな。確かに。まあ、最近の夏と考えたらさ、30何度も超えとったらさ、それだいぶきつかえたら暑いってなるわな。でもさ、世の中にいる敵っていうのを全部倒しちゃえば、この島に戻ってくることだってできるんだろ。まあ、そうか。ああ、そうよね。敵さえ全部倒せれば。うん、そうかもしれない。とはいえ、この島以外にどれだけの敵がいるかなんてわからないんじゃないのか。どれだけおるんだろうな。この10年くらいで、あらかたの敵は倒したって聞いてるから、そんなに多くないと思う。よかったね。そうじゃなかったら、私たちはこの島へ来ないのんびりしてられないだろうから。まあ、そうやな。なんで、わざわざこういう小さい島に行きたいんやろうって話やもんな。本州にたくさんおるんだったら、本州でバンバン戦えばいいのにって感じよな。なるほどな。それじゃったら、もしかしたら琴姉がこの島に帰ってくる日も遠くないかもしれないの。希望が見えてきたな。うん、そうなったらいいな。きっと小鳥の別れもそう遠くないうちにやってくるだろう。それでもそれで終わりというわけじゃない。さよならは悲しい言葉じゃないってやつやな。敵を全部倒して戻ってくる可能性もあるだろうし、そうでなくてももしかしたら本島で同じ高校に通うことになるなんて可能性だってなくはない。でもできることならこの夏休みの間くらいは一緒にいたかった。ちょっと切ない系の夏休みになってきたな。え、暗い世界やたら早出てこんかった。え、前のパートやってやったやん。なんでアイリーいるの？アイリー眠ったんじゃないの？え、眠る前の話これ。よかったね。車椅子あって。そう言いながら、アイリーが後ろから押してくれる。ごめんなさい。迷惑をかけて。場所的にこれテトラが初めてできたところかな。迷惑なんかじゃないよ。ブリッコみたいな呼び方しようかな、この子。記憶もなく歩くことすらできないのに、仲間のみんなは私を見捨てなかった。どうしたんだい、難しい顔して。いや、何でもないよ。はーん。まだ起きている人がいる場所を求めて、私たちは旅を続けていた。エイが少し休もうと言ったので、休憩に入る。
アイリーとサエは少し離れた場所ではしゃぎ、それを A が見守っている。あれ、やたら人数残った状態で、今どんだけ前の話しよんこれ。私は葵と二人で遠巻きにそれを眺めていた。保護者みたいな感じになってる。ねえテトラ、え、話しかけられたので振り返ると、葵は空を眺めていた。釣られるように私も雲が張る空へと顔を向ける。なんこれ、時間帯いつやねんって感じになってるやん。この世界では体の傷はリセットされてしまう。世界観、なんかすごい世界観になってるやん。傷リセットってどういうこと。日が明けるごとにリシステムに登録されている通りの体に戻るからね。なんそのコンピューターに支配された世界みたいなの。うん、そんな状況下で私たちに唯一残された傷は何だと思う？心の傷？え？それはね、記憶だよ。まあ心も記憶も似たようなもんやけん、まあ正解かな俺も。うんうん、スーパーフォトシ君使ったけど3ポイントちょうだい。記憶？本来なら体のリセットともに私たちの記憶だってリセットされるはず。でもそうはならなかった。詳しいことはわからないけどね、それはきっと必要だったんだと思う。記憶ね、記憶までリセットされたら次から勉強しても勉強してもそれを活かせずに終わってしまうような。これはあくまで持論なんだけど、この世界で記憶喪失は普通ありえない。え？ってことはテトラ記憶喪失しとってことはおかしいってことじゃないか。死ぬほどの衝撃を受けた人間も、実際に死んでみた人間も、日が明ければ元に戻り、記憶だって元に戻っていた。エンジェルビーズみたいな世界になってるやん。死んでも傷を負っても元に戻るって、死後の世界なのか。え、天使とかいるの？天使との戦いとかやってる死んだ世界先生とかあるの？そんな人を何人も見てきた。テトラの体が記憶を失うように登録されていたのだとしたら、テトラはシステムが稼働し始めてから毎日記憶を失わないとおかしくなる。でも毎日は失ってないような。難しくてよくわからない。あれ、テトラちゃん、なんかその言葉小鳥ちゃんから聞いたことあるんやけど、まさか本当にこれパラレルワールドの小鳥ちゃんみたいな感じなんて。トラってどうなんだろう。だって青いやってさ、涼介に若干2頭とかあるもんな。そうだね、ごめん。私が何を言いたいのかっていうとね、テトラは私たち一般市民とは違う特別な何かなんじゃないかっていうこと。私が一緒に旅を続ける中で、テトラは少しずつ感情を芽生えさせているように見える。この世界で感情を失うことがあっても、新たに得ていく人なんて聞いたことがない。きっとテトラ、君だけだ。君はきっと特別だから、私はね、テトラの足が気になっている。足？もともと車椅子が必要な状態でシステムに登録された人間は何人もいるし、そういった人たちはシステム下で立てるようになることはない。でもね、テトラ、君の足は立てないような足じゃない。私は思うんだ。テトラに立つ気がないだけなんじゃないかって。精神的な問題なんやな。よくある話。足は治ったけどトラウマで立てないっていう話やな。そう言われた私は、なぜか胸の高鳴りを感じていた。なんで？今までなんで高鳴りを感じたんだ？罵られたけん？うつむき、地面を眺める。ドキドキは止まらず、自分自身が今何を考えているのかよくわからなくなる。なんでドキドキしとんだろう。立ってごらん。葵の言葉に背を押され、私は地面に足をつけた。ゆっくり、ゆっくり、車椅子から稼働を起こし、転んでしまわないように足に精一杯力を入れる。あれ？テトラちゃんさ、意外とさ、スタイルいいんだね。なんか長身の女性みたいな感じで、なんか服装がさ、スーパーロボット大戦のラミアみたいな感じになってるけど、なんかすごいちょっと露出が多くてセクシーやな。ふらつきながら、でも私の体は
地面と垂直にこの世界の上に立った。立てたやないか。全身の重みを受け、裸足の足に砂利が食い込む。その痛みさえ心地よさに変わること、気持ちが麻痺していた。いつもよりずっと高い視点、見える光景は同じなのにどこか違って見える。歩きたかった。遠くまでも遠くまで、自分の足で。足にあった違和感はもうなくなっている。初めから私は立つことができていたかのように、当たり前のように私は自分の力で立っている。そんな私の姿を見上げながら、葵は穏やかに笑みを作った。ね、立てたでしょ。なんかその言い方イラつくな。なんか俺的には終わったよ。テトラの反応なしに終わったよ。視聴者さん一人おるな。まさしさんかな。よかったよかった。黒友さんがおらんけん、もしかしたらゼロになってるかなって、閲覧ゼロになってるかなってちょっと不安になっとった。8月13日水曜日、そろそろお盆やないか。お盆、そろそろお盆じゃないのか。まだお盆じゃない。なのに普通に泳ぎに来てるよ。え、おばあちゃん家に行くとかそういう話じゃない。ということで今日は送別会。もう2日経ったんじゃ、もう2日経ったんじゃ、送別会の日になっちゃったよ。時流れるの早いな、このゲーム。そんな妙なテンションで始まった送別会。集まったのは僕たち6人に、イーナさん、オーナさん、クユスさんに、ヒヨコに、RCH のスタッフ数人。スタッフ全員4段、RCH も送別会みたいな感じになってるやん。やっぱお盆よな、13日がお盆初日か。それに送別会ってお前らいいんか。親とか許してくれたんか、ばあちゃん家行くのにとか、お前にとか行かなあかんのにみたいな、そういう話じゃないのか。それにプラスして森崎グループ、だからさ、森崎グループって言うたら本当に会社みたいになるけんな。占いの館班が3人で計16人。館班、あ、マリンちゃんにあと2人って感じやな。あの占いの師匠が片方おるんよな。なんでその2人も呼んだか俺にはわからないからな。マリンちゃんはまだいいよ、友達みたいなもんやけん。すごい人数だ。もう少しで一クラス分じゃないか。数やけんな、数やけん、もう少しで一クラス分っていうことになるけど、最多中学校は人数の少ない学校なので、一クラスの人数は二十数名しかいない。そうか。ほら、さっさと火を起こしてよね。伊豆きの命に従い、命。これさ、読み方によっては伊豆きの命に従いって、なんかすごい服従されてる感じになってるよ。大丈夫かい。みんながバーベキューの準備を始め出す。僕は準備を手伝う傍ら、木陰に座っているクリスさんに話しかけた。足の調子はどうですか。打たれたんだったな、そういや。ん、ああ、ロウスケか。トゲトゲしさのない緩んだ表情で話しかけた僕の方を見るクリスさん。もう戦う必要がないけんな。そりゃこんな感じでさ、素のクリスさんが出てくるよ。もうそんなに痛かねえけど、まだ、まずバズエがないと歩けないって状況だな。大変でしたね、こんなことになるなんて。ああ、まあな。でも、岸田さんのことを恨んじゃいない。あの人だって、俺と同じで人類を助けようと必死になってた結果だからな。本当にこの人は優しい人だと思う。僕だったら自分を撃った相手をそんな風には思えない。そうやな。結局俺がこうして足を引きずっているのも、それまで何一つできなかった自分のせいだ。てめえの無能さを棚に上げて誰かを責めたりなんかしない。なんかマリベスっつってね。涼介、その言い方ないやろ。マリベスね。違えよ、狂ってるだけだ。そうでもなきゃ人類を救おうなんて思えねえよ。狂ってなくても人類を救おうなんて思ってもいいじゃないですか、クリスさん。どうだか。クリスさんが自分のことをどんな風に言おうが、
僕が抱くこの人の印象は真面目で優しい人以外にはなかった。多分小さい頃この髪型のせいでさ、それ地毛か染めてんじゃないよって教師に言われてしよったんだろうな。でもな、自分の無能さ、それに甘さ、今は感謝もしている。え、下手に何かできちまったら今頃いろんな被害者を増やしていたかもしれないからな。ああ、誰かを撃っとったかもしれんのか。それが小鳥ちゃんだったらクリスさん今頃おらんと思え、俺が殺してる。でもそれは人類を救うために必要なことだって思ってることでしょ。まあもちろんそれはそうなんだが。一度うつむき、急に真面目な顔になってクリスさんは僕を見つめてくる。お前には一応話しておく。なんだ？ひよこについてだ。え？ひよこになんか隠された秘密でもあるん？そうか。そういやひよこちゃんに対してさ、疑問に思っとったことあるやん。どうしてひよこちゃん小学生なのにあんなによくものを知ってるのか、頭がいいのか。わかった、つまりそういうことだ。ひよこちゃんコナンみたいに小さくなる薬飲んだな。だから見た目は子供、頭脳は大人、その名もひよこちゃんみたいな感じになってるな。そうか、クリスさんそういうことだったのか。え、ひよこがどうかしたんですか？あの最多祭の日、牧田愛月から情報保有個体を抜き出したとき、牧田愛月の精神へ介入したひよこは、あいつ自身なんて言葉にしたがいいのかわからない何かに触れたらしい。なんそれ、何か言葉にしたらいいかわからない何か。もうちょっとクリスさん、その反応しにくいこと言わないでください。これ実況なんですけど、俺がちゃんと反応しないと実況にならないんですけど。え、どういうことですか？おそらくだが、情報保有個体の持つ情報、つまり俺たちがずっと求めていたものに触れたんじゃないかと俺は推測している。情報保有個体の中、それがよくわからない何かってことは、情報保有個体って名前はつけたんやけど詳しくわからんのじゃ、結局何なのか、それもの自体はどんなもんなんかって詳しく分かってなかったんやな。え、ひよこはまだ得た情報をうまく処理できずにいる。でももし情報を研究することができれば、これから襲ってくる病気から人類を守れるかもしれない。しかも敵を倒した上で。完璧じゃないか。ああ、その可能性は十分にあるっていうことだ。すごい、完全な完璧なトゥルーエンドに近づいてるね。話の展開にあぜんとなってしまい、何も喋ることができない。俺は無能だ。だけどそんな俺にも神様はチャンスを与えてくれた。だから俺はまだ諦めない。絶対にひよこと一緒に人類を救ってみせる。そのクリスさんの言葉って、新世界のクリスさんじゃなくて一人のクリスという人間の言葉なんやろうな。だからこそ俺は自分の無能さや無能さや甘さに感謝している。今日まで誰も傷つけにいられてよかったってな。そうやな、クリスさん。きっとこのチャンスはクリスさんが悩み苦しみ続けたからこそのものだと思う。偶然やけど、ただ起きただけの偶然じゃなくて、クリスさんが頑張った結果起きた偶然ってことやな。神様というものを信じているわけじゃないが、そういう不思議な何かはきっとある。だから僕は心の底からクリスさんを応援したいと思った。頑張ってくださいなんて言うと無責任に聞こえるかもしれませんが、いや、いいさ、お前は信じて待っていてくれればそれでいい。お前がそう言った通りにな。絵月奪還の時のやりとりについて言っているのだろうか。正直なことを言うと嬉しかったんだ。え、こんな俺を敵であるはずの俺を信じると言ってくれて、今まで誰もそんなことを言ってくれなかったし、自分自身ですら信じきれないでいたからな。
あ、こんな雰囲気の中言って悪いんですけど、クリスさん友達いないんですか？だからこそお前が俺を信じてくれてると言ってくれたのが俺にとっては本当に嬉しいことだった。信じてくれる人がいるのならそれだけで俺は戦える。これからもずっと。だからお前はただ俺が世界を、人類を救うって信じてくれればそれでいい。俺は後が、いや俺たちがナギットを何とかするから。クリスさんかっこいいな。いやちょっと棒読みっぽく言ってしまったけどさ、本当にかっこいいよな。クリスさん優しさは強さっていう感じ。クリスさんの表情には迷いがなく、まるで別人のように感じてしまうほどの頼もしさがあった。何か戸惑いがあったんやな、新世界におるときは。引っかかりっていうか、はい、信じて待っています。わーわーわー、なにこの笑顔、キャラ変わった、キャラ変わっちゃった、キャラ全然違うじゃん。いや、これさ、なんつうかね、キャラ変わっちゃったじゃーん。クリスさんこんな笑顔の時あるの？何か引っかかりが取れた感じなんやな。おう、そうしてくれ。そう言ってクリスさんが浮かべた笑顔は、見ているこっちまで嬉しくなってしまうような、そんな夏空のように晴れやかな笑顔だった。ほんと超絶イケメン。バーベキューの準備も整え、送別会が始まる。と言っても送別会は二の次で、みんなバーベキューを食べながら、お前ら送ってやるっていう気持ちないんか、お前ら。ひよこちゃんとクリスさんに小なりバーベキューの肉みたいな感じになってるやん。バーベキューの肉の方がメインか、お前ら。クソ、胃袋がもう欲望を訴えてるようなやつらめ。あ、クリス、マリンちゃん出てきちゃったよ。結構遠い人間が出てきちゃったよ。はあ、本当にこれタダでいいんですか？まあお金かかってないし、どっか仕入れてきたん。肉は野菜は RCH の人たちが差し入れてくれたので、僕らはほとんどお金を使っていない。なんか RCH が新世界を送る会を開いたみたいな感じになってるね。それにしてもひよこちゃんが島を出ていくなんて全然知りませんでした。本当に最近言うてことなので、というか最初黒島に来た時はそんなに長居することになるとは思ってませんでした。もうちょっと早く行ってくれればプレゼントの一つでも用意したのに。あ、でもマリンちゃんがプレゼント用意したらさ、ろくなもんじゃなさそうなんよな、イメージやけど。そんなちょっと悪い気のイメージ。いいですよ、そんなに気を使っていただくでも。でもやっぱり何もないっていうのはちょっとね。顎に手を当て、森崎はうーんとうなる。あ、そうだ、物がないなら何か思い出に残るようなことをするっていうのはどう？何ですか？例えば。そうね。また顎に手を当て考え込む森崎。お前、顎に手を当て方は考え込めんタイプだか、お前は。あ、じゃあキスでもしておく？ちょっとネタで言おうとしとったやつやん俺が。じゃあキスにするみたいなこと言おうかなって思ってやめといたらさ、何をお前普通に出てきとんだろ、お前キスって言葉。お前このみちゃんはどうした？このみちゃん一筋じゃないのか？浮気か？浮気なのか？なんでですか？いやだって他に思い出に残るようなことってある？マリンちゃんの思い出の残し方がレズだね、ユリだね。いや、ないかもしれないけど、今日ダブすぎるでしょ。っていうか、やっぱりマリさんはそういう人なんじゃないですか。否定できんぞ、これもう完全に否定できんぞ。冗談よ、そういうことにしたいのはコナミちゃんだけだし。コナミちゃんもおるやん、コナミちゃんっていう相手がおるやん、そういう人じゃないですか。森崎の頭の中が見てみたい、見てみたいっすね。脳内メーカーで森崎マリンって検索してみようかな。コナミちゃん。うん、
気持ちわからんでもないけどさ、俺としては実況してる俺としてはさ、タムケになってほしいよな。どっちかって言うたら、ひょこちゃんは今度いつ来れるの？スルーされてる。コナミちゃんこんな顔なのにスルーされてる。えっ？え？どうかした？いえ。それでどうなの？あ、そうですね。チチチに相談してみます。チチってクリスさんだっけ？はい、あそこに座ってます。何か怪我してみたけど大丈夫？え、もう怪我の方はそのうち治りますので。そうなのね。萌崎がコナミを連れ食べるものを取りに行ったので、ひよこと二人きりになった。というわけでここで終わり。マリちゃんは危ない人間だってことが再確認できました。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。うめえ。何このお肉めっちゃうめえ。イーナさんこれめっちゃ高いやつじゃないですか。めちゃくちゃうまいんですけど。え、こんなん無料でいいんですか。無料でくれちゃったけどいいんですか。あ、ひよこちゃん短い間だったけどありがとうな。肉もっと焼け、もっとよこせ。